板倉松太郎は、三河国壁海軍大浜村大津律出身の教育者。第八学区北大浜学校校長。板倉は、当時の壁海軍の教育界の中心的な存在であった。1919 19年に、区運八等随法賞受賞。文久2年、三河国壁海軍大浜村大津律出身。1881年に、 愛知県市範学校を卒業し、第55番小学多能学校の教員となった。1886年に、新川にかかる無名教が現在地に移設された際には、板倉や岡本八江門らが、元禄教と命名している。1887年には若くして、第8学北大浜学校の訓導圏校長に就任し、1891年には、 新川神城高等小学校の訓導憲校長となった。1900年には、壁海軍、西葛海軍、発軍の3軍の私学官となり、教員の指導や助言に当たった。1906年には再び、新川神城高等小学校の校長となり、さらに、新川神城高等小学校に併設された、農商業補修学校でも、青年の教育に当たった。 1911年には、財目省であり新川町長だった岩田井手紙に、対して文庫の設立を要請。1912年11月1日には、板倉の特使や新川神常高等小学校の卒業生からの寄付金をもとにし、新川神常高等小学校付設新川町立、新川文庫を設立した。板倉は、初代文庫長にも就任。 設立の嘆願書によれば、児童生徒は、もちろんのこと広く、新川町民の利用も想定しており、高等科の卒業生からは、書籍も寄贈されている。1919年には教育活動の功労として、訓八頭随法賞を受賞した。新川の正海寺境内の墓地には、人造石で知られる、服部長七の墓と、功石碑があるが、 功労費の碑文は1920年に板倉が記した。1921年5月に新川人上小学校の校長を退任し、新川町によって功労者として表彰された。1924年に63歳の生涯を閉じた。板倉の死後、その蔵書は新川町立新川文庫に加えられた。 1924年の閲覧人員は1358人であり、1日に平均すると5.2人だった。1925年の新川町立新川文庫は、経費544円、図書購入費350円で運営され、新川人情高等小学校長の長坂松次が、館長を務めていた。1948年に、新川町、大浜城、棚尾町、 朝日村が合併して、壁南市が発足すると、9月15日には、新川町立新川文庫をもとにして、壁南市立図書館が設立された。新川町立新川文庫から、壁南市立図書館には6,588冊の図書が移管されている。明治初期に建設された建物を転用した、壁南市立図書館は、現在の鶴毛崎区民センターの場所にあったが、 1983年の火災で消失している。ありがとうございます。